パート8が始まるよ。パート8が始まるよ。パート8が始まるよ。あ、こんな感じね。こんな感じ、こんな感じ。さてさて、平林が高速シュート6位になりました。まあコントロールかな、あスタミナでもいいんだよな。まあどっちにしろどっちも CC ぐらいにしないと使い物にならないからな。とりあえず若林のスタミナ、あスタミナでいいか、スタミナあげよう。とりあえずこんな感じかな。まあピッチャー陣はとりあえず3人しかいないんでね、来年の新入生にかけましょう。今リンゴジュース飲みながらやってます。喉が渇いたんでね、クーラーつけてると喉渇くわ。本当にもうしょうもない、しょうもないしょうもないって結構俺言うんだけど、あの意外と使い勝手がいいんだよね。しょうもないって突然しょうもないって言うとね、意外とウケるっていう、そんなことを思ってます。さあ甲子園はもう始まったんですかね。多分これを上げてる頃にはもう始まってるでしょう。8月5日です。現在こちら現在8月5日です。さてさて、これはどうしようかな。守備の人にするか、藤野は仕方ないな。うん、おいいね、1番バッターっぽいね。いやもうちょっと走力上げれるはず。あミートかな。とりあえず1番バッターとしてミート C ぐらいにしたいのね、理想的には。そうだね、とりあえずこんな感じで、とにかく怪我をしにくい沼田がいつ怪我をするか。ん、大内寺、ん大内平林、あ今上がったのね、そういうことね。はい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 、分かった。ラグがあるんだ。あハッピーニューイヤー2015年、おみくじ引こう。吉だった、まあいっか。うん、まあ、吉って素晴らしいから、今日より吉が素晴らしいんだからいいんじゃない。今日よりマシン打撃。おー、 OB、 はいはい。あ選手はがっかりする、がっかりさせんなお前は。平林をがっかりさせるな。うちは平林を大事に育てていきたいんだ。まあ多分来年の1年生に天才が出かけたら余裕でそっちを使うけど、平林コンバートさせるけどね。いやでも1年生エース平林と沼田にはやっぱりね注目していきたい。やっぱ1年生エースという平林、そして怪我をしにくい沼田。正直沼田に関しては怪我をしにくい以外何もないけど、もうなんとなくね、なんかキャラがいいよね。怪我をしにくいんです俺っていう感じが。もう本当だからなんだお前はっていう話なんだけど、うわー失敗した。スゴロク2か1来い。うわー4連チャンはちょっと無理だな。2か1来てくれ。あこれでどうにかこうにか赤を消せるんじゃないか。あーどうしようかな。狭山北高校はあれだな、あのトトロのとこだな。あー越谷工業でいいかな。うん、やっぱ練習試合しやすいだろ越谷の方が。熊谷まで行きたくないもんな。越谷にしよう。よし問題ない、よし越谷で練習しよう。これで5を出せば、あ1でもいいな。いや天才的赤をこう消していく感じいいね。さあさあさあ越谷勝負だ。武蔵野戦と何戦だっけあそこ、何戦だっけ。東武伊勢崎だったっけ、野田だっけ、どっちか忘れたな。忘れちゃった。越谷あんまいかねえからな。お平林、あでも注目はしたくないな。松尾に注目しよう。さあさあさあ、例えばどんなオーダーになるんだっけ。あこうなるんだ。なんで小西4番なんだろうお前1番だろ。ただ4番がいないっていう、パワー D がいないっていうのが怖いよね。怪我をしにくい沼田がなぜか2番バッター、そしてライト。どうしようかな。いやまあ正直こんな感じだよな。どうしようもねえもんな。こうだな。よし、控えがキャッチャー1人っていうのがもう怖いよね。だって怪我できないんだからね、1人も。例えば小西あたりが万が一怪我でもしようものなら、まあ小西怪我しにくいからない、あ小西じゃねえよ、沼田だけど、まあ小西にしよう。小西が怪我したとしてよ、センターフライをこうバックで追いかけてって、フェンスギリギリに行ってフェンスガーンぶつかって怪我した時よ、どうする。誰もいないぜ外野できるやつ。もう困ったもんだよ本当に。もうヒットエンドランが強いって聞きました。やってみよう。あんまり信用してないけど、
強いな強いな。ヒットエンドラン俺あんまり信用しなかったけど、ヒットエンドラン強いな。なんか今回ヒットエンドランが強いですよっていうコメントがなんか結構来てたんでね、実は俺知らなくてね、あそうなんだと思ってヒットエンドランやってみることにしました。見事成功です、ありがとうございます。しかしなんかあんまり使いたくないよね。さあ越谷に相手にどこまでできるか。よしいいね。あっとこれは無理か、松尾の鈍足じゃ無理か。さあさあ、しかし平林が相変わらず抑えているな。化け物だからな平林は。ヒットエンドラン5、いやこれでまさか成功しねえべ。するんだな、強すぎねこれこれ攻略ゲームになっちゃうな。ちょっとヒットエンドランなんかちょっと制約決めるわ後で、俺なりに。いやもうヒットエンドランはもう試合で1回までとかにするわ。白林抑えていけ、奪三振2、いいね。全然奪三振を奪っていかない感じがもう最高にクールだぜ。さあいいね、小西イケメンだからな、イケメン俊足小西。そして右には怪我をしにくい沼田外角中心、おーしよしいいね。最後は高速シュートで、おーしいいね抑えるね、いいね平林いいね。やっぱり注目されるだけはあるね。お任せ。あちなみにあとこのじゃこれじゃない、じゃこれじゃない、あこれこれこれだ。ここら辺もねあんまり使ったく、まああんまり使わないようにするんですけど、できればねこのコンピューターたちの育てた選手たちの自主性に重きを置いていきたいからね。さあさあ、ツーアウト1、2塁、ここはできれば1点欲しいところ。お祭り男の平林、うん、盗塁5だけど無理だろこれ、盗塁はいけんのか盗塁。ああいけっそ、超いけそう、超いけそう。ああ無理無理無理ぽ無理ぽ無理ぽ、いけお祭り男平林。自打点、あ自打点ん、自打点じゃない、違う、なんか出てこない。自援護だ、自援護。はい、自援護いかず。オッケー。オッケーよ、平林。あ、1点取られた。さあ、なかなかいい試合になってきました。ここで、F か。無理だな、盗塁は。ラッキーボーイ。流し打ちラッキーボーイ。ラッキーボーイ、小西。イケメンラッキーボーイ、小西。どんどん増えていくな小西、お前の肩書きが。イケメンラッキーボーイ俊足小西。おい小西バカ野郎、おいバカ野郎小西、お前全然アンラッキーボーイだお前は。これからアンラッキーボーイ小西と呼ぶ、アンラッキーボーイ小西。さあそして平林の投球数が100球いかないうちにできればこの回は終えたいところ。三振奪ってやれ、あいいねゲッツーだ、いいねいいね、ああいいねいいねいいよいいよ。低め中心、これはゲッツーに取りたいね。ゲッツー取れるだけの投手能力あるからね平林は。はい高速シュート6だからな、まずいね。ここでホームランでも打たれようもんならもう一気にひっくり返るからな。一気にピンチ、チャンスがピンチ、ピンチがチャンス、まずいね。女性とか見てるよ。よし。よし。とりあえず一塁だな。OK。OK。冷静だった石村は。アウトカウントを間違えなかったね。さあさあ、松尾行ってくれ。そろそろ。くせ者を発揮しよう。そろそろ一発が欲しいね、松尾。そろそろ一発で、試合を順調にこう、進めていきたいね。おっと、一発いかず。向こうの土田もイケメンだな。イケメンだらけだな。イケメンパラダイスじゃないか、このゲーム。うわ、宮脇にホームラン打たれてる。ここはでも、攻めよう、平林。お前は130球までなら投げれる。スタミナいいだけど。よし。よしよし。OK。わぁ、ノーケー？ノーケー？ここはピッチャー交代か。あ、いや、打たせて取れて。失敗したら行こう。いやまあ
ここは、まあ、バント警戒でいこう。バント警戒だけど、おっと裏目に出たか。さあここは先輩若林が火消してくれるか。どうしようかな。ここは先輩若林にかけてみよう。若林パイセンに。若林パイセンがここでおそらく凄まじくいいピッチングをしてくれるはず。おっとおっと、スクイズ読めずティモン、スクイズ読めず。そうだよな、よくよく考えたらそうだよな。いやごめん、今のは俺のミスだ。そらそうだよ、スクイズ来るよ。いやしかし9回の裏で1点取れば大丈夫だから。いいね若林パイセン、いいねパイセン。まあもうここはもう勝ちに行こう。おし、いいねいいね。おパイセンいいね。パイセン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 、不安パイセン、若林パイセン。おし、不安若林パイセン、若林パイセンが超不安。おお、若林パイセン超不安なんすけど。あ、まあここはまあ1点取りに行こう、1点取りに行こう。ここはもうあれ練習試合だから延長ないよな。おっとっとっと、おっとっとっと、おっとっとっと。おお、また戸田がホームラン打つかと思った。あれ戸田だったよね確か。川口の試合で最後にホームラン打ったの。あー、ここで3安打の石村、流し打ちかな。石村にかけよう。おーし、おしおし、いいねいいねいいね。あ、これ1点入んじゃないか。入らねえか。うわ、ただこれ、うわー、ここどうしようかな。とりあえずお祭り男を作動させた上で代打を送ろう。あれ代打が代打があんまり変わんないぞ、パイセンと。代打があんまりパイセンと変わんないんじゃないか、もしかして。ちょっと待って、野手データ見てみればわかるか。うん、チャンス1、固め1。パイセンが26と20ね。寺田が、あー全然変わんないね。全くもって大差ないね。パイセン行こう、パイセン行こう、パイセン犠牲フライで行こう。犠牲フライでもう勝てるから、パイセン、パイセン打ってくれよ犠牲フライ。パイセンパイセン、うーん、ファイト。うわー、でもこれスクイズいけんね。スクイズ1だぞこれ。そしてうちの総力は F、 無理だなこれは。盗塁でいってみる。いや違うな、流し打ちでかけてみよう。関のいける、お前ならいける。そんなもう、おっとっと、いったんじゃないかこれは。よしよしよし、関のよかった。よしよしよし、越谷に勝利と。よくやった関野、今のねサードに横飛びで飛ばす、取らせたからね。ギリギリ勝ったね。いやよかったよかった、勝てた勝てた、嬉しいね。パート8はちょっと見せ場ができたね。関野という名前を覚えたよ。関野とパイセンがちょっと活躍した。ん、お、誰だ、松尾、石村、まあ松尾かな。ちょっとキャッチャー A をできればプロに送り出したい。ふう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 。いやでも新入生が楽しみだな。練習試合楽しいな意外と。あんな若林パイセンが盛り上がるとは思わなかったな。はいはい、さてさて、はてさて、あ、練習 C できる。あ、でももう24日からかな。特にする必要ないんだよな。
春の甲子園は皆無ですね。そうですね。だって負けましたもんね。そら選ばれんさ、負けたんだもん。若林をちょっと仕上げていかなきゃな。若林をちょっと仕上げていこう。仕上げていければリリーフピッチャーが安定するからな。ちょっとリリーフピッチャーを鍛え上げなきゃ。うちまずい、平林だけじゃちょっと勝てないってこと。やっぱり越谷との死闘で学んだね。やっぱできればコントロールはせめて平林ぐらいに、平林以上になってほしいな。いや変化球磨くか、変化球を磨こう。でここから球速は、あ、まあ微妙なとこ、球速上げよう。でこいつをこいつをどうしようこいつをどうしようだよな本当に。松尾をちょっとパワーを上げるとして、あ、戸田は、まあ、弾道かな。とりあえずは関のクズ能力だな関のこんなクズ能力で頑張ったのか、ありがとう関の。全部20代じゃないか。藤野あはまあとりあえずオールイーグルにしときたいな。弾道上げてあとお任せでオールになるだろう。難しいね。やっぱりこれで勝ち上がっていかなきゃいけないっていうのも難しいよね。よしよし、うん、はいはい、アブレジット、うわすげえな、結構いい本がバンバン手にあるな。これはなかなかいいな。パワーヒッターを誰に覚えさせるか、アベレージヒッターを誰に覚えさせるか、まあ、おそらく後に出てくる天才型に覚えさせたよね。平林、お前なんで気さくに話しかけてきた。平林はいっか、平林ぐらいなら気さくに話しかけられても別に俺は悔しくないね。お、平林になるね。ただ石村あたりが話しかけてきたら普通においって言うけどね、なんだお前はって、練習のバカって言うけど。どうしようかな。本を欲しいから練習指示一回出そう。あ、5が来た。ダメだったか。失敗したね。もう何一つ育ってない状態だもんね、これね。まあ、一個無駄にしたとは思わず、まあ、再確認。再確認をしたという、そういった面持ちでいいんじゃないでしょうか。ベラン。今日は建国記念の日。建国記念か、俺にはよくわからん建国記念っていうのが、一体いつ建国したんだかどうかもよくわかんない。プロ野球のスカウト、はいはい、誰をあげるか。正直誰が誰でも構わないんだけどな。じゃあ戸田にしとこう。可愛らしい戸田。平林はチョコもらった。そうだよね、だって平林だもん。平林は彼女ができた。平林どうした、お前彼女できたのか、お前。え、平林も彼女できたんか平林彼女できやがったか。そうか、そっか、平林にも彼女ができたか。そうかそうか、もう腹立たしいね、やっぱりね。彼女ができるというのがもう腹立たしいね。素振り、あ、球速測定やって素振りで解くの、いいね、完璧なプランだ。はいはい、オッケーです。グラウンドの土が悪くなった。くそー。で、素振りで、なんか平林あたりに切れ丸がつけれればいいんだけどな。関野にアベレージヒッターとかついたら面白いけどね。平林。まあ、平林だろう。あ、切れ丸。いや、これマジでつくんじゃないか。あー、つかないか。ついたら嬉しかったんだけどな。さすが平林って言ったけどな。高速シュート6で切れ丸ってなかなか打てないからね。グイッとくるからね。沼田メガネかけてるのに。沼田怪我しにくいし、バカってもうどうしようもねえな。怪我しにくいバカっていうのが一番可愛らしいな、やっぱり。いやー、いいねいいね。さあさあ、練習2月も終わりますか。じゃあ今回はこの辺で終わりましょう。それではまた次回、さようなら。